25年前デビューの頃の初期衝動って覚えてますかうーんとねそうねデビューの頃よりそのデビューその契約に至る前まで原宿とか渋谷とかその辺でまだ馬場さんが入る前ですねに、うん、やってたオーディションライブ出てみたりとか っていう時の方が。そのい、一番最初の初期衝動なのかな。うん。それはな、なんだろうと思例えば、女の子にモテたいとか稼ぎたいとか。とにかく音を鳴らしたいとかで言うと。うーんとね、十、もう本当十六とかだったんで、稼ぎたいとかはなかったですね。まあ、モテたいっていうのと。その自分が好きな洋楽のアーティストみたいな格好したい。 格好うんそういうライブをしたいとかそういう弾き方したいとかストラップの長さをそういうふうにしたいとか<ー>そういう感じだったかなまあまあシンプルにそのロック大好きだったっていう音楽大好きだったっていうのがあるけどすごいイメージ湧きますねそのストラップの格好とか生まれたいっていうのは。うんうんうん たたまたま去年の年末に鶴瓶さんにインタビューさせていただいて、うん、はじなんでその流れなのか覚えてないんだけど初めてのテレビ出演料っていうのを聞いて、うん、1000円だったんですって当時古谷、うん、君が音楽で手にした初めてのギャランティーって覚えてますか俺ちさくさいあ給料最初3万円ですねへえ<ー>月3万円じゃあもう本当に金じゃないですねうんまあでもびっくりしたけどびっくりした、うん、なんかやっぱ の X の破滅へ向かってっていう VHS とか見てたんでもう2人でライブも行ってましたしえ三3万円みたいなプロ <laughs> のミュージシャンってそう,そうかみたいな <laughs> だからその会社に行ってる人みたいにねそのサラリーで生活するっていう職業じゃないっていうのも、うん、まあよく分かってなかったから。 なるほどねこれじゃ食えないわけなんだねみたいなうん、うん、びっくりしました <laughs> そのびっくりした初めての3万円って何に使ったか覚えてますかいや覚えてないですですねはい3が6になってみたいなええー、嬉しいなそう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 倍で,、ね、倍ですね倍ですね1億が2億になると同じなんだったっ間違いない <laughs> <laughs> それはもう嬉しかったですね了解ですちょっと俺が遡り過ぎたのでまだ20世紀の頃の うん、インタビュー1990何年とかのやつですねでは結構乱暴な言葉を古谷君は口にしてました「うんうん、音楽は金のため」今振り返ると我ながらどうですか90何年ですかだかまあ多分実際に全然食えてない時期ってことですよねですね98年6月あそうですね、うんはい、そうね19か ま,あまだ10代ですからねそうですねアイドルの子たちみたいにしかるべく教育を受けて人前に出てるわけじゃないですからね本当に路地裏でライブやっててそのまま路地前に出てきたって感じですからね <laughs> <laughs> もう精神的にも音楽的にも未熟そのものですけどもごめんなさい途中で申し訳ないけやどやどうしても工事の音が結構入っちゃうんで、はい、こっちでやってもらっていいですかあ、僕 ちょっと俺トラップというか意地悪な聞き方をおっしゃったんですけど、はい、実は「それとセット」でおっしゃっててすごく共感してたことがあって「うん、音楽は金のため」だけではなくて当時おっしゃってたのは「うんうん、売れることは重要」っていうのをすごく言ってたんですね。うんうんうん でなんで僕が共感したかというと月でやってたお笑いの劇団を解散してライターになっていたのでお笑いのライターやってるって言ってましたも、うんね最初に会った時は、ね、そうそうそそれも生きるんだけど、うん、どんなにこう自分たちがパッションを持ってやろうが悔いなくなると解散してしまうっていうのは28歳の時の出来事だったんだけどすごく大きかったので、うん、まだ年下だけど、うん、世に出てきたミュージシャンの人がそれをはっきり口にしてるっていうのはすごく俺は共感を得たんですね。うん でそこからキャリーか重ねて今回聞くこと全部そうだと思うんですけど、うん、当然人間だから変化はするじゃないですか、うん、売れることはアーティストしとして重要というフレーズで言うと、うん、当時の気持ちと今はどう思うかっていうのはどうですかその売れるの基準よねその魚住のファールの基準みたいなもんで <laughs> いやその大観衆の前でその音楽できなくても全然よくて。ただその生活できないと 生活に対してこう費やす労力がさその上回っちゃうから音楽をやる時間とか情熱を、うん、そこはきちんと担保できてた方が音楽にフォーカスできるしなんていうのかなその音楽をやることに対して最低限プロとして例えばその自分が信頼してるテック一人ギャラを出せるぐらいでもいいし。 うん、ツアーを新幹線で回りたい人だったらそのレベルだし全然ハイエースでもいいっていう人もいるしもうそれは本当ん人それぞれだと思うんですけどとりわけすごくスケール感の小さい今特にね今シーンなのでそれはもうほとんどの人が食えてないと目指す人も少なくなっちゃうからまあ競技人口が減るとさ競技レベルも下がるのと同じで,で。多分こう 先駆者たちがメジャーな競技にねロックをこう押し上げてくれたと思うんだよね。うん、それをなかなかまあ時代のせいにしてしまうけどもそうやってマイナー競技にしてどん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 競技人口が減ってってなるともうあの衰退してしまうからそれも良くないって長年やってて思うし。うんうん だから誰のせいかっ活ったらまあ俺たちのせいなのかなとも思うよねその現役その前の時代も知ってて今の時代もまだやっていてでちょっと酒入っちゃうとブルース地味ちゃうみたいなのは、ね、あんまり良くないっていうか。ということはもうそこも全然か昔から変わらないんだけど時代のせいにはしてないんですね古谷君は。 そうですね今も楽しいしその当時も楽しいし <laughs> って感覚かな。うん、今何が楽しいですかまあ作ることが楽しいのは変わらないけどまあそのもともとスポーツマンではあるけど友達も大好きだけど割とこう外に出るタイプじゃないんで、うん、なんかだから <laughs> 大多数の人より自粛。 とかコロナとかその講師で分けたら市の方ではそんななに弊害感じてない、まあ、仕事は一番食らってる職種の一つなのでだよ、ね、奈落の底ですけども、うん、普段の自分の生活が窮屈になったかっつったらそうでもないその発言はあの爆笑問題の太田さんと以来2人目です僕太田さんは全く変わらずって, <laughs> っておっしゃって,てましたね <laughs> 俺のあの時のあの選択はナイスだったっていう、うん、自分で振り返ってファインプレーみたいなものって何かありますうーんないなそっかそのファインプレーそれは一個僕はあって感じたことがあ。あの、おそらく確か僕はお話聞いたの「ビバラレボリューション」の時の得たお金でスタジオを作ったんでしたっけかな、うん いろんな選択肢があるわけじゃなないいですかうん、うん、使い倒してしてまうとぜスタジオだったんですかねあの時の。うーんまあそれこそ今は当たり前なんだけどかなり初期からそのシーケンスとか打ち込みっていうものをすごいあの生のバンドに融合させるっていう作風でそもそもその時点でバカにされてたんだけど昔はね。 ロックじゃないってて言われてたけどそれって3ピースバンドがリハースター入って一星のせいで鳴らしてなんとなく音を鳴らしながら作っていくっていう作風ではできないんですよね。なんでもう膨大な時間がいるんですよねね作曲に、ねうん、レコーディングスタジオを何時間も借り切ってできるかできないかわからない曲をそこで作る っていいうのは多分難しいんですよね、うんうん、なんで自分でスタジオを持つことでその無限空間自分だけがこう睡眠削ればいいっていうね、うん、その空間を築くっていうのはその自分のようなその作風の人間にとってとても大事なんじゃないかと思って、うんうん、で作りました、うん、実際どうでした。 手に入れてみてみいやもうそのスタジオ持ってるか持ってないかでは全然違いますからね音楽にかかけられる時間とか、うん、それはまあ,まあ僕がちょっと勝手に思っちゃってるすごい選択をするなって思うあの選択だったと思うんですけどまあ売れたからできたことでもあると思うんですけど当然ながらいわゆる有名声、うん、読み直すと本当にいろいろ戦われてますね。 当時どうでした、うんまあ嫌だったけどうんそうねだからまあ教訓として自分は自分の感性では理解できない若いやつのアートをもう絶対にこう罵倒しないと決めてるけど。<ー> でも常に文句言ってたやつらに対してこう反骨精神っていうかざまあみろって感覚はもう常に持ってるよ、うん、今でもあ。別にそのだから個人的に何かこうまだ壁があるとか問題があるとかそういうことではなくて今思うとそういうなんか攻撃をされたことによって自分の音楽寿命は伸びてるなと思う。うんうん うんうんうん、今思うとねでも当時は嫌でいやは嫌ですよね嫌は嫌ねえそれは今みたいにねその仲間も多くて自信もあってとかでその受けてる攻撃とは違うからねそうですね、うん、そりゃそうだよねそっかいや、うん、でもそのこれ古来君覚えてないと思うけど3回目の質問なんだけどうん、うん 小説とか映画とか優れたエンターテインメントいっぱいあると思うんですけどうん、うん、音楽だけが持つ魅力とは、うん、まあそのお笑いもそうなのかもしれないけどやっぱその生感だよね、うん、圧倒的に生その目の前の人をその心を揺さぶる目の前の人の体を揺さぶる目の前っていう。 それがやっぱり優れてるかどうかわかんないけど快感値としてねやってる方の快感値としても受け手の快感値としてもこれ以上のエクスタシーは多分その望み得ないと思うあの映像とか文章ではね。確かに。それはやっぱだから超かっこいい職業だと俺は思ってる。うんうん、な,なんつうの 二日酔いでもズタボロの服でも寝癖ぼうぼうでも何でもいいのよ、うん、現場入ってきて、うん、地獄みたいな状態で面倒、うん、くさいと思っててもいいのよねその板の上乗った瞬間から板の上降りる瞬間までめちゃめちゃかっこよくて見てる人にもそう思ってもらえたらそれでいいってさマジ地ごろじゃん <laughs> <に>職業として <laughs> かっこよすぎるじゃんそれがやっぱね 好き、うん、ロマンっていうか、うん、今でも。多分最初にこの質問した時って10年前なんだけど、うん、ほぼ同じことを言っててブラッシュアップされてた。うん、心と体を同時に揺らす表現は音楽だけかもしれないって当時はおっしゃってて、うん、そこに生が入りましたね。そうね。だから今その職業としてバンドマン特にそのミュージシャンっていうかバンドマン、ね、うんうん、バンドマンが他の職業より優れてるのもそこだけだから。うん フィジカルも破綻してるからねその音源を売ってその著作権印税で未来英語を食べていくっていう職業としてはもう破綻してるからもうだから舞台役者とかと一緒 <laughs>、うん、目の前の人心か体を揺さぶるで非然に稼いでその日の晩飯にありつくっていうのを繰り返して <laughs>、うん、そういう職業ね、うん、だからまあ必然的にそのライブの回数は 増えてていっるよね90年代から比べたらもう多分倍なんてじゃ聞かないぐらいの多分現場数を今の現役のバンドマンがやってる。う